どうも、こんばんは、N です。今回は東京ぐるりインボークメンテナンスがおりまして、新しい占領戦が始まりました。僕はまたまた人間側なんですが、今回ですね、駆逐にノロと、タタラが来ています。まあ人間側なんでノロとタタラなんですけども、グール側だと誰だ、ホージとハチカワかな、がいると思います。で今回はノロの駆逐の方を、この3個ね使って、ソウルを3つ使って、挑んでいきたいと思います。まあ、使っていくパーティーはこんな感じで、まあ、これ前回と同じなのかな、前回の駆逐の時と。まあとりあえず耐久耐久で、ムカデで、毎ターンね、あのブレイクしつつやっていきましょう。今あれですね、あの派遣専用の方にハイセがいるんですね。レア獲得率確率が 25% だけな、かなり高かったような気がするんですけど、まあとりあえずやるか。7個削るんでムカデが、で相手のブレイクゲージを7個以下にすればいいんで、まあ今7個なんでね、これでいけると思う。 OK で、ここでエトはまだ使えないんだよね。だからとりあえずサイコ打って、エトがね、たまんないんだよね、やっぱりこの1回ブレイクしたぐらいじゃね。まあ、エトが死ななければなんとか持ちこたえられそうだけど、大丈夫か？大丈夫ですか？やばいよ、エト、やばいよ。おー、なるほど。これはまずいな。待てよ、とりあえず回復して。これはまずいな。しかも相手待って、ブレイクしてるじゃん。あいつ自分の武器耐久値回復させなかったのか。なるほどね。これまずいな。これまずいですね。どうしようかな。重造の、スキルを発動させて相手の攻撃力をダウンさせたいんですけど、あいつがブレイクゲージがないんで、ブレイクさせてスキル貯めるまで持っていけないんだよな。ちょっと一旦ここはシフトなしでいこうか。マジか。なんだちょっと調子がさ、ペース乱されたぞ。やべえかもしれん。あ、全回復からのめっちゃ食らうんだよな。やべえやべえ、攻撃力がめっちゃ高え。最高、耐えてくれ。オッケー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 。あー強いな。ちょノロ強いんだけど。とりあえず回復して、でブレイクさすのは重造にしよう。重造を出してでブレイク でこれでなんとか重造のスキルが溜まってくれればいいんだけど、クリティカルが出ればスキルチャージが2倍かななるから、まあそんな甘くはないか。これね、重造がね死んじゃう可能性があるんだよね。ただサイコをここで落とすわけにはいかないんだ。ちょっとムカデ心配なんでアキラ出しとくか。あーハイセがやべえか。あーこれハイセいったかな。厳しいな。早めに重造のスキルを打つべきだったんだろうな。おー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 おおお、マジこれ
負け説濃厚なんだけど。あと2ターンでしょ。2ターン耐えれないよな。どう考えてもサイコがいっちゃうからな。全部ムカデにヘイトが向けばワンチャンみたいな。ムカデじゃない、真ん中ね。ムカデ下げて、まあ、死ぬならアキラ一発殴りを耐えからのスキルで倒れるぐらいでどうすか。アキラしいやー、これ最高死ぬかな、このスキルで。あ、違う、あいつ武器耐久値を回復したのか。あ、死んだわ。え、しかもブレイクいやー、死に、おお、ブレイク、やられた。これはね、敗因はまずエトのスキルが、そうだよな、一応相手の攻撃力をダウン、デバフかけるやつは重蔵とエトで連れてきてたんだけど、両方とも打てなかったな。まあ、そこだな、改善するとすれば。サイコより先に相手のね、攻撃力下げる方が、まあ、優先すべきだとすれば、サイコと十蔵の、並びを逆にして、前衛に十蔵最初置いとくみたいな、そういう感じの方がいいですね、これは。まあいいや。というわけで、負けてしまった。久しぶりだ、負けたの。はい、ということで、お疲れ様でした。今回、ノロの駆逐、初見、見事に敗北しました。では、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。